こんにちは。営業実務コンサルタントの島田です。よろしくお願いします。今日はですね、営業管理者の8ということでお話をさせていただきます。部下のために時間を使うっていう話なんですけど、まあこれどういうことなのっていうと、管理者の仕事っていうのは部下を使って数字を達成するっていうことなんですね。じゃあその部下を育成したり、部下と共に語り合ったりっていうのに、その自分自身、まあ上司のね、時間の8割は使った方がいいよっていうふうに、誰かの本に載ってたんですね。それで私やろうと思いました。できなかったです。なかなかね、なかなかできないんですけど、そんぐらい自分の時間のほぼ全てを部下のために使うんだぐらいの気持ちでやると非常にいいですよっていう話ですね。まあ私はそこまではできなかった。そこまではできなかったですけど、その部下と関わる時間って、ともすると本当短い時間しか関われないんですよ。自分は自分で数字持ってる。管理者は管理者の仕事がある。でも、管理者の仕事って、部下がいない時間でもできるわけですよ。部下がみんな帰った後とかね、土日使うとか、いろいろやり方あります。でも、今部下が目の前にいる、その時に、その彼のために、本当に時間を使ってあげる。そういうふうな考え方をぜひぜひ持ってね、やっていただければっていうふうに思います。終わります。